お弁当買ってきました。助かる、ありがとう。悪いな。みんなのおかげでなんとか午前中にまとめられたね。1日分働いたってことで帰っていいですか？ダメだろ。ですよね。皆さん、今日は特別なデザートをご用意しました。なになに？ケーキ？プリン？じゃーん、ウノです。ウノ、クロイさん、またですか？さっきはリバースだろ。どんだけ俺にカード出させたくないんですか？仕方ないだろう、それしか出せねえんだから。ウノでもパワハラプレイなんですね。性格が出るな。あ？もう喧嘩しないでくださいよ。言い合いしてる場合ですか？は？あ、ユキさん、まさか、お前。ウノです。しかもドロー4。くそ、何色だ？ユキさん、甘いですね。ここで色指定したら自分の最後の手札の色を晒しているのと同じだというのに、そんなに簡単に上がれると思わないでくださいね。赤で。ったく、クロイさんってば、素直に赤を出すんですね。プッシュカードも持ってないのかな。かわいい。みんなも僕の最後の手札が赤だと思ってるんだろうな。そんなヘマを僕がするとでも？自分の手札を晒すような真似するわけないんだよ。絶対二人は赤を阻止してくるはず。とはいえ何色が来るかは読めないから、このターンではミヤ君の手札の様子見かな。はい、リバース。は？持ってないんですか？赤、特殊カードでもいいんですよ。くそ、ほらよ、黄色。クロイさんナイス。運だけはいいみたいですね。まあ俺もそこそこいいんですけど。ふざけるなよ。まあせいぜい普通の青でも出したらいいんじゃないですか。俺にリバースで勝てるとでも？いや、二人で何リバースゲーム始めちゃってんですか。僕の番が全然来ないでしょうが。まあでもさっきのターン、ユキさんが一瞬隙を見せた。そう、クロイさんが黄色のリバースを出した時、つまりユキさんの最後の手札は黄色の可能性がかなり高いと見た。指定した赤はフェイクか。なかなかやりますね。このリバースゲームまだやってる？ウノってこんなにリバース多かったかな？クロイさん、大人げないと思わないんですか？こんなにたくさんのリバースを犠牲にして。お前もだろ。俺のは正規ルートのリバースですから。なんだそれ、俺のリバースを裏リバースみたいに言うなよ。もう昼休み終わっちゃいますよ。二人ともいい加減にしてくださいね。仕方ない、大人の俺が折れてあげますよ。うわあ、赤か。赤、ここは安全策として青に。は？え？ミヤ君。え？なんです？ああ、出たよ、地方ルール。え？地方ルール？まさか二枚出しが公式ルールだと思ってんのか？違うんですか？ミヤ君、まさか本当のウノを知らずに今まで生きてきてたのか？ええー、嘘、そんな、だって今まで誰も二枚出しが違法ウノだって教えてくれなかった。いや、違法ではないけども。二人とも厳しすぎ。ウノって地方っていうか、家とか学校とかローカルルールあるよね。それに二人の知ってるルールだって本当に正しいか怪しいところじゃない？え、うん、とりあえず一枚回収します。まあどっちにしても王者は僕なんだけどね。あ、昼休み終わった。あー、楽しかった。あー、お腹パンパンだ。眠い。先輩、先お風呂入っちゃってください。僕は後からゆっくり入りたいんで。めんどくさ。せっかく沸かしたんですから、ほらほら、湯船で寝ないでくださいよ。戻ってこなかったら助けに来て。いってらっしゃい。はあ、だいぶ酔い冷めた。あ、これってミヤ君、俺のカバンに歯ブラシ入ってるから取って。まあ、はいはいはい、どうぞ。なんでパンツ？ああ、ごめん、なんかズボン濡れた、タオルかと思って。どういうこと、何やってんですか。もうドライヤーで乾かすかパンツで寝るかですね、これは。パンツでいいや。まあいいですけど、風邪ひかないでくださいよ。はい、歯ブラシ。うん、僕もお風呂入ろう。あのさ。はい。いや、やっぱなんでもない。なんです？言いかけでやめるのはなしですよ。いや、あのさ。うん？これ誰の？え？
何？先輩、それ先輩の歯ブラシですけど。いや、俺のはこれ。前回泊まった時に僕のストックしてたのを開けて使ったのを忘れてるんですか？全然覚えてない。記憶飛ぶくらいに酔ってたとは。もしかして僕に恋人ができたとかなんとか想像しちゃいました？いや、もしそうだったら泊まりに来るのとか悪いし。残念ながらうちに来るのは先輩くらいですから、安心して泊まりに来てください。そっか。全然覚えてないってことは、酔ってる先輩に変なことしても大丈夫ですね。変なこと？あ、じゃああのことも本当に覚えてなかったんですね。てっきりなかったことにされてるのかなって。あのことって何？冗談です。じゃあお風呂行ってきます。え、なんかした？今年は選択肢も与えてもらえませんでしたね。そうだな。来年はあっくんの分も用意するね。いらねえよ。